方のやつ何をしているんだろうな。午前5時にこの日本橋で集合の約束なのに、もう6時だぜ。ははあ、また麻雀で夜菓子でもしたんじゃないかな。いや、君、遅くなってすまなかったね。冗談じゃないって、おい。何をしていたんだい。実はね、今朝家を出るとき、妻がね、僕の手を固く握って、ねえ、あなた、旅行中は随分体に気をつけて、食あたり、水あたりをしないように、泊まり泊まりの旗小屋で女中なんぞにからかわないで、早く帰ってちょうだいねって言いやがって、僕の顔を見て、ほろりと落とした、等しい。何を、やんだい。さあ、出かけよう。もう品川へ来たぜ。早いね。おい、何を拝んでいるんだい。だって君考えてごらん。大東京としばらくの別れだ。名乗りを欲しんでいるんだ。さらば大東京よ、健在であれ。世は何時と別れるのを寂しく思うぞ。収まるなよ。やっとこいしょ。大きな潜水がある。バカ野郎、潜水だってや。ここは横浜の港だ。へえ、横浜かい。随分大きな軍艦があるね。軍艦じゃないよ、あれは汽船だ。汽船？だって鉄でできてるじゃねえか。鉄でできていても汽船とはこれいかに。くだらない問答をするなよ。何かい、有田君、あの大きな船ね。うん、やっぱり下で大勢の人が持ち上げているから浮いてるのかね。お前は慢性のバカだね。芝居の船じゃあるまいし。ところでこの横浜の名物は何だか知っているか。知っているとも味噌だよ。おいおい、はっきりしろよ。横浜の名物に味噌なんかあるかい。品料理だよ。いやいや、味噌だ。確かに味噌だ。お前は強情だね。だって本に書いてあったよ。なんだって。味噌横浜って。何を言ってるんだよ。それはミス横浜というんだ。なんといっても横浜の品料理はうまいな。それじゃあ品料理は誰が初めてこしらえたか知っているかい。おお、知らないね。そうだろう、黙りやがれ。えひん、そもそも品料理を初めてこしらえた人は品の人だ。よせやれ。ないな。うん、お腹が空いたよ。だって今仕事は飯を食べたばかりじゃないか。腹の減るわけがないよ。腹の減るわけがないったって僕のお腹は不思議なんだ。食べるそばから減っちゃうんだ。決まりがないんだね。けれどここでは何にも食べられないよ。どうして。考えてごらん。ところの名が沼津食わずと言ってね。嫌なシャレだな。ああ、お腹が減った。よせよ、みっともないから。どうだい、いいな。富士山がはっきり見えて、日本一の名山。いい気持ちだな。うちに寝ていちゃこういう気分を味わうことはできないで。僕はうちに寝ていた方がいいや。およ、変なこと言うな。どうして。だってうちで寝ていりゃお腹が空かないもの。バカ、まだ言ってやら。直山人の国、お富士山霞の帯を溶かしゃんせ。雪の肌絵が見とござんせってね。そうかな。いやに気のない返事をするな。さあ、元気で歩け歩け。さあ、もう静岡へ来たぞ。昔は駿府の御城下といって、徳川家ご盛んな頃は賑やかな土地だった。へえ、でも今だって大変陽気じゃねえか。三味線や歌が聞こえて。ここは駿府の二丁町といって有名な車だ。ここが安倍川だ。安倍川餅が名物だぜ。ありがたい。好きな餅が食えるな。嫌なやつだね。食い物だってえとすぐに喜びやがら。さあ、今度は名古屋だ。
調べたね。どうして？だって歩いているより北の方がよっぽど早い。